はい、今回はですね、まあ、今年から明智光秀が主人公の麒麟が来るがね始まったっていうこともあるんですけど、まあそれにちなんだ人物などをですね、紹介させていただこうかと思います。で今回紹介するのがですね三淵富士秀ですね。はい、でなんで、この人物を選んだかというとですね、単純に自分もね歴史はすごく好きなんですけども、好きなんだけど、まあ、ね、知らないことも多々あるんですよね。であんまり知らなかったんですよこの人物。だからちょっと調べてみて、今回ちょっとね自分が調べたことをサクッとね紹介させていただこうって感じですね。まあ早速いきましょうかね。まあこのね三淵富士秀なんですが、生まれた年はなんか分かってないみたいですね。で1574年に亡くなっています。で幕臣三淵春和の、子として生まれました。で母親がちょっとわからないみたいですね。であとなんといってもね、この人物は異母弟、つまり、お母さんが違う、お母さんが違うんですが、弟に細川藤孝がいるんですよね。まあこの人物は自分もよ、まあ知ってます。はい、まあ子孫に元総理のね細川守弘ね元総理がいますよね。でまあこの人物何をやったかってことなんですが、まず一つ目にですね、まあ義明の将軍擁立に尽力したってことですね。13代将軍足利義輝が三好三人衆に殺害されてしまうと、藤秀は弟のね藤孝と協力して一条院各家、これが後の義明ですね、この義明を救出します。でその後、藤秀たちは、義明の将軍擁立と上洛に向けて動き出すんですよね。でそんな中ですね、まあ、例えば、越前の朝倉氏を頼ったりとかしていたんですが、今度は織田信長に、目をつけるんですよね。この頃におそらくその三淵、藤秀と明智光秀に何らかのコンタクトがあったのかなとは思われるんですけども、はい。で、そしてですね、永禄11年、1568年ですね、義明が信長の力を借りて上洛し将軍職に就くと、藤秀も奉公衆となり幕臣に返り咲くことになりました。ただですね、その後、まあ、その要は信長と義明にですの対立がね、どんどん深まっていくんですよね。でそんな中ですね、藤秀はですね、義明方につくことになります。まあ、ずっとね、義明が将軍になる、なれるようにとね、働いていたんでね、まあ、当然の結果かなとは思う、まあ、思うんですが、ただ、弟のね、細川藤孝の方は、まあ、信長方の方についたんですよね。でそれに激怒をしたらしく、したらしくって言い方もおかしいかもしれないですけど、まあ、藤孝の居城、昇竜寺城を襲撃する計画を立てるんですが、ここはなんか失敗してしまったようですね。はい。で元亀4年1573年なんですが、義明がついに挙兵をするとですね、藤秀たちは二条城に籠城することになります。まあ、しかしですね、主要な人物が皆退去してしまって、しまいにはその藤秀とその軍勢だけが二条城にこもるという事態に陥ってしまうんですよね。でまあついにそのね、藤秀も柴田勝家の説得を受け入れて降伏したっていう、そんな感じでした。義明自体はですね、牧島城の方にですね籠城していたんですが、牧島城の戦いによって、まあ、陥落して、そこでその後ですね、三好義次の河内の国河江城に、追放されることになりました。でまあ、義明の追放後なんですが、まあ、藤秀はですね信長に仕えることになります。でその後信長の命によって淀城に立てこもっている義明派の、岩成友道を攻めて、藤孝と一緒に攻めたんですよね。はい、だからずっと仲違いしてる感じではなかったんでしょうかね。はい、で共にこれを陥落させて友道を討ち取っています。でただですね、まあ、その天正11年1574年なんですが、藤秀はですね信長に所領を召し上げられてしまい、明智光秀のもとに身柄を預けられたんですが、後にですね坂本城で嫡男明秀と共に自害させられてしまったんですよね。これはなんか自分もちょっと調べが足りないかもしれないんですけど、ちょっと理由が
明確ではないんですよね。まあ、単純に考えれば、そのもともと義明に手を隠して貸していた連中を一掃していくみたいな感じだったのかもしれないんですけど、その辺はちょっと、分かりませんでした。はい。でただその嫡男はね、自害してしまったんですが、次男はまだ幼かったってこともあって、あ、まあ、次男はですね、光行っていうんですけど、光行は、まあ、弟のね藤高に預けられて、そのまま細川氏に仕えることになりました。で後にですね、この光行はですね、関ヶ原の戦いの前哨戦である田辺城の戦いにおいて藤高を助けたっていうね、助けたらしいんですよね。でそれを知った家康に高く評価されて、旗本として召し出されたっていうことです。はい。まあそんな感じで、なんでね、ちなみにね、麒麟が来るではですね、谷原章介さんが演じていますね。今ずーっと一枚絵で映ってると思うんですけど、イラストこれね、一応自分ね、谷原さんをね、モデルにして描いたんですけどまあ今後ね、まあいろんな人物を紹介していくんですが、その中でね、僕の画力もどこまで向上するかっていうのもね、ちょっとね、そこも注目していただきたいかなと思います。ということで今回はこの辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。